更新してみたら。なんすか。あ、はい。ニコ生もバッチリ始めましたね。ははい。というわけで、い。本日は、はい。めちゃ魔法ツアーのはい。チケット、電話予約いやいやいや、もう配今年もやっ信とちゃいいうますことでよ。ね、やってし今まい回もますね。よ。ね。もう僕たちとね、喋りたい女子どもが、そうなんこぞって。です。今日チケットを予約してくれた中から、まあ、全員ではないと思いますけど、抽選で僕らと生電話ができてしまうというね、企画でございますよ。いやいやね、そんなもうね、第3回ですかね、これね。3回もやっちゃっていいの、本当にね。3、4、もうちょっと4回くらいやったかな。もったいぶった方がよかったと思うけどね、本当にね。僕たちとそんな簡単に喋れると思うなっていう。いや、そんな人数喋れませんよ。言うても今日も、ね、今日も。いや、そもうんなにね、は。チケットね、もう買っちゃったよって方はね、ありがたい。そうね、今もう、あんまり今人数いないから、言っちゃいますけど、おいおいおい。昨日、お話したじゃないですか。はいはいはい。僕、バイト帰り、うん。僕、家の、付近をね、はい。自転車で走ってたわけですよ。はい。そしたらね、前の方に若いうん。男女がいて、うん。で、自転車、俺だったから、男女歩いてた。そう、横に並んね。で歩いてたから、取れなかったわけ。うん。で、後ろでね、こう、待機してたわけ、ゆっくりこう走りながら。はいはいそしはい。たら、男の人が気づいて、さっと横にどいてくれたわけ。おう、つって。はそれで、自転車、抜いたら、抜かしてやろう。強引に行っね。て、道来た開けてやる。瞬間、後ろの方で、あれ？今の姿勢変わってきてんじゃね？あら。あキーボードの顎じゃね？って言われて、らら、そキーボードのう、顎じゃね。そう、顎って言われて、そう。だけど、顎って言われだけどね、あのね、ちょっとね、若干、僕のお家に、ちょっと近かったんですバイね。ト帰りですからね。帰りのキロの自転車だったんで、これはちょっと僕の、見つかったそうらいう、ね、家がね、特定されたらまずいと、しかとして逃げました。そしたらね、後ろから走って追いかけてくるの。待ってー、帽子の人って。でも俺聞こえないふりして、もうどん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 逃げて、すごい罪悪感でした。本当に。めちゃくちゃ罪悪感でしたそれね。さ、待って帽子の人でさ、逃げたらさ、確実に顎じゃん。いやいや、だけど、神聖かまってちゃんのキーボードの顎じゃん。だけど、まあ、車も通ったし、聞こえてないよっていう感じで、こう、さりげなくスピードアップして、ずーっと俺逃げてたから、今見てるかもよって、見てないと思う、多分。ね。見てないと思う。多分ないよ。でも、これでこの話は終わり。大振りバレたらまじずゃあいね、もし、昨日のカップルの方ね、この配信をどちらかでニコ生か見てましたら、所在地をね、もう明かさないようにお願いしますね。そうですね。そこはちょっとね、本当にお願いします。でも別にさ、そんなにでも問題ないんじゃないの？ほら、だって前回だって亀ありってずっとバレてたけど、何の問題もなかったわけでしょ、結局。何も変な人も何も来なかったからね。なんか別にそんななんかこうね、大雑把なこの範囲がバレたからって、もうなんか問題あるんですか？芸能人ぶっちゃって。ねえ、芸能人ぶりますよ、本当に。そんな簡単にね、家バレはきついだ言ろ。われはきついし、脅今日迫発し表なしいよう。よ。分かったところで誰も行かねえよ。コメント読みにくいんできた。物ガールが殺到しちゃう。そう。芸能人ですから。美佐子さん大丈夫？美佐子さん大丈夫なんですかね、今ね、今日はな、あ日。休の人は業、休なんで業。急に、何があったんですか？いや、知らないですよ。俺も天野さんから連絡して。明日ライブ？明日はその晩門のライブなのかな？こっちの大事な配信よりも万問を選んだってことですね。いや、だから、まあ、そうですね。かいつくばってでも来るべきですよね。明日のライブを休んででそうも、そうそね。うそう。なたるまには万問休んでもいいじゃん。まあ、そうですね。たまには体調不良って、そういう、だってアイドル結構多いでしょ？体調不良でライブ休みますっていう。まあ、いなくもないかもしれないですけど。無理はダメだよ、こっちおだなり。いや、おだなりじゃない、読んでますよ、コメント。読んでますよ。そんな言い方しないでよ、灰色だな。忙あら、しいんだから無理されるんだって。広告絶対ありがとうございます。新生かまってちゃん、めおちゃちゃんはなんでいないのめちゃめちか、ゃあい大つ阪は。でツアー受付中とね、ありがとうございあいつはまちょっす。と絶賛ね、あいつはちょっと今頑張ってるんで。今作業はね、真面目に頑張って作るん業で。がね、今ね、結構今メンバー稼働多いですよね。
いろいろスタジオもがっつり入ってますし、ね、ニコラマのコメ読めや、読んでますよ、読んでますよ、うん、むしろもうツイキャスのは読んでないの、今、最近、今の流れの、そうだからね、うん、ツイキャスの人たちはね、優しいからね、うん、そう絶対言わないの、そうなの、コメント読めやとかね、そう、なんかコメント読めやとかね、ニコ生の方が性格が荒くれてるやつが多いから、そう基本あのニコ生、ニコ生は6くらいで読んでますよ、ツイキャス4くらいで。悪かったな。サーセン7日何やるんだよって、それはもうね、はい、あれですよ、ああそう7日ね、11月7日、何かが起こる、君はこの謎が解けるか的なやつね、まあね、解散的な感じかな、あああれかもしれない、総選挙、総選挙かもしれない、俺ビリじゃんって、総選挙かもしれない俺絶対ビリじゃん、もうやんなくても分かるよお前、で天野さんとかも入ってるから、あ全員マキオさんとかも入って、さすがにそしたら俺ビリはないかな。ビリはないと信じたいけど、うんうん、7日は当日まで秘密なの、前日には発表するんだっけかね、うん、当日だっていうかね、まあね、うん、まあ、ちょっと多分、ね、なんか前日に発表するので、このまま謎が謎のまま、うん、こうあれってことはないです、もうちょっとなんかこう詳しい情報が直前で出ますので、はい、千葉銀に会いたい、7日会えるかもしれないですね、あら会えますか、会えるかもしれないですね、会えるのかな、画面越しかもしれないし生かもしれないですね、あとりあえず、ね、会えるかもしれない、生存確認はできるよ、かもしれないですね、生存確認はできるってことでしょ、どういう系なのって、どういう系、いやもうね、もうこういう感じですよ、うん、ね、ラップバトル、なんかラップバトルですか、いやいやいやフリーハグかな、ね、休み取れない、あのね、時間は、夕方というか、まあ、ちょっとそんな遅めです、そんななんか昼過ぎからやるとか、そういう系のものではないので、そうですね、うん、チケット手売り、ああ、なるほどね、あるかもしれないですよ、うん、あるかもしれないですよ、何してほしいじゃん。もうだってさ、その意見を受け付けたところでもうやる内容は決まってるからさ、何の反映もされないわけですよ、もうついに行かそう、ついに、うん、ね、何してほしいって、ね、手売りはいいかもしれないですね、うんうん、ね、うん、握手会、握手会なんて普通だろうね、結構そうやるやる、うん、配信は7時以降にして、7時以降で多分なんとかなると思うな、うん、ね、あるの、武道館とりあえずね、ちょっと昨日あった小話とか、はいはい、7日の話とかありますけど、はいはい、本日の本題にそろそろ入りましょうかね。いや、もう今日何しに来たんだって感じだよね。はい、はい、うん、こちら、こちらね、はい、ダダンと。なんだこれ、千葉銀のメアドですか。そうです。ね、本日、僕らがね、11月から行う、めちゃめちゃ魔法を叶えてツアーのね、はい、チケットを、受付しますと。はい。はい。本日受付します。で、その中から抽選で僕らと生電話。はい。今日ね、あんな、だから三田さん今日いないです。ごめんなさい。それはごめんなさい、ね。あんなことやこんなことを話せますよという企画なんですが、はい。それのメールアドレスが、こちら、めちゃまほ1116。これ1116は何で1116なんですかね、わかんないですけど。ツアー初日。あ、ツアー初日の日にちだそうです。めちゃまほ1116@gmail.com ね。はい。で、大事なこと。大事なことこちらでございます。メール本文に、まあ、僕らがね、こう、電話越しに呼ぶ。ペンネーム、ね。まあ、みかんだったらみかんさんでもいいですよ、別に。何でも、本名じゃなくていいです。はい。と、僕らが電話かけますので、電話番号、ね。3、希望の購入日。で、千葉、埼玉はもうちょっとソールドアウトしてしまってますので、購入ができません。NG です。はい。で、4番、ツアーでメンバーにやってほしいこと。あ、ごめん、これはね、なんかちょっと参考にする可能性もね、ございますので書いてくださいね。で、5番、今回新生かまってちゃんのライブに参加するのはいつぶりの何回目くらい、これは何ですかね、何ですかね、
多分事務所が欲しい情報じゃないですかね。事務所がこの情報欲しいんじゃないですかね、多分きっと。うん、なのでこれをこのねめちゃ魔法1116@gmail.com に書いて送ってくれればもしかしたら僕らと電話がかもしれないっていうね。朝まで生電話ができるかもしれない。朝まで乗りっぱなしで、はいね、チェキ売ってチェキね、あ、これ何、ここツアーでやってほしいことをお前ら勝手に言ってるな、お前これもうね、言ってるんですけど、うん、もうダメですよ、電話でしか、電話で言ってくれたやつは、うん、やるかもしれないけど、コメントで書いたやつは絶対やないから、うん、絶対やらない、むしろ書いたやつをやらない、考慮に入れればいいじゃないですか、うん、もうちょっと僕たちのね、はい、このレア感出そう、レア感、ね、レア感、本当に。私ね、ちょっとそこら辺にいるわけじゃないんですよ。そこら辺に、そこら辺にいたんですけどね。そこら辺にいて昨日気づかれたんだろうが。いやもうね、うん、引っ越してからというものの、うんはい、かれこれもう 4,5 回目ですよ。気づかれてるの。うん、早い。めちゃめちゃ気づかれツアーじゃないですか。もう、ねうん、困ったね。うん、で、続きまして注意事項ございます。はい。メールに記載いただいた電話番号にメンバーから電話がありますと、ね、電話します。で、この電話が非通知で電話かけますので、非通知を、拒否設定にね、している方は、もしかしたら、つながらない可能性がありますので、せっかく抽選に当たっても、つながらない可能性がありますので、非通知拒否を解除してくださいね。セット買っちゃったしっていう人ごめんなさいね、本当に。で、その僕らのメンバーからの電話が切れた後、ニコ玉だとちっちゃいのかな、ツイキャスだと拒否でね。切れた後、スタッフからさらにね、もう一回、非通知で電話かかってきますので、その電話で受付完了となります。で、チケットの代金は各会場受付にて当日の支払いになりますので、お金をね準備して会場に来てくださいね。はい、次、入場順はプレイガイドでご購入いただいたお客様の後ろになりますと。ちょっとね先にさすがにね先行チケットとかちゃんと買ってくれた方の方が後ろっていうことになるとねちょっと問題なので、それは勘弁してください。ちょっと後ろの方に今日は、はい、今日買った人の並び順はちょっと後ろの方になります。はい、買いたい、もう買った、すみませんね。買ってね。いいですよ。今日も買ってくれて、なんかちょっと友達を無理やり誘ってくれてもいいですよ。ね。まあね、そういう、ね、アイドルとかだったらみんなやってるもんね、それね。アイドルは結構やってるっぽいですね。で、ね、うん、配ってる、ね。配るみたいなね。CD だの。そう、僕たちかまってじゃんもんね、ちょっとそういうチームワークをね、うん、魔法をちょっと伝達していくみたいなのできたらいいですよね。はいはい。ね、友達いねえもん、友達いない、買っちゃった。かまってちゃんね、友達いないんだよね。お疲れ様です。だいぶ急に、いきなり現れお疲れ様です。お疲れ様です。あれ、アンゴルデのアレグリですよね。そうですね。はい、アレグリ、はい、急に。はい、って聞いたんですか。いや、そんなにそんなに。いや、もう放送中に来るとは思わなかった。びっくりしました。あ、はじめまして。この間、アンボルデに仲間入りしました。あいみょんって言います。11月30日に、はい、そのアンボルデ、あの先輩、はい、アンボルデからメジャーデビューします。はい、あれ まだでしたっけ。まだです。あと1ヶ月まだしてない。ました。なるほど。あの日は発表とか、アンボルデに仲間入りしますよっていう。そうなんですね。発表だったんですよ。結構前ですよね。なるほど。4月か。そうですよね。4月に11月の発表をしたんですいや4月も何もしてないです。なんか仲間入りしますって。あ、なるほどね。なんかデビューと同時に、うん、なんか出すんですか、 CD は。はい、あら、じゃあファーストシングル生きていたんだよなというシングルをリリースします。ちょっと今なくて、ものがまだなくて見せれないんですけど、11月の30日に。すごい。もう一度お願いします。あ、11月の30日にアンボルデからメジャーデビューします。はい。よろしくお願いします。この CD のタイトルは生きていたんだよなという CD です。すごい、バラエティ番組に番宣に来た女優さんのような。いやいや、でも、うん、僕たちのね可愛い後輩ですから。
よろしく、ね、どうせ国際よりも売れるんですよ、これ、これね、売れました、そう、売れました、先輩たちまだそんなところにいんですかみたいな私がやばいな、すみません、ちょっと挨拶しようと思います。ありがとうございます。わざわざありがとうございます。先輩がいるから挨拶しよう。いやいやいや、そんなことないです。ありがとう。ちょっと、あの、あいみょんさんの CD をね、1ヶ月後だけど、はい、買ってください、ぜひ、はい、ね。そうですね。うん、新生活アーティストのライブに来ていただいて、まあ、その上で、あの、CD をね、ほら、来る、私も青春時代、はい、お新生かまってちゃん注いでましたから、あらららららららって言って映画も、いや違う、あららら、あそういう手じゃなくて、はい、本当にもう、はい、でもそういうふうにあのね、はい、4月の時言ってたから、はい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 、そうなんで嬉しいです、びっくりですよ、じゃあちょっとあの好きな曲を1曲発表してってください、じゃあ私の新生かまってちゃんの大好きな曲は、はい、ペンテルです、あらららら、いいですね、あまあまあ、はい、いいですね。何だそれ、改めて。大好き。ありがとうございました。とんでもない。また、はい、また気軽に。ありがとうございます。ぜひぜひ。いや、もうびっくりした、いきなり。いやね。いや、でもお久しぶりでした、本当に。お久しぶり、ありがとうございました。全然そうです。ペンテル行くよね。いやいや。誰だよったら、あいみょんさん。あ、今ね、ちょっと広告設定を読み逃しちゃったんで。あ、ごめんなさい。広告設定ありがとうございます。ね、ようこさん。あ、いや、ごめんなさい、ごめんなさい。というわけで、どれかの、多分関東のどれかの公演にあいみょんさん来ると思うんで、あいみょんさんに会いたい方は、ぜひ新生かまってちゃんのライブに来れば、あいみょんさんのチケットがゲットで、チケットじゃない、サインがゲット、サインが多分ゲットできるんで、だから、あいみょんさんの CD を買って、あいみょんさんの CD を買って、それを新生かまってちゃんの関東のライブにこう持ってきたら、きっとサイン付きの CD に変身するみたいな。まあ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 、それでヤフオクに売れば。高値でね。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、もうね、グレードアップ。マジか。本当に。本当です。本当です。本当です。新生かまってちゃんのライブで売るの、あいみょんさんのサイン入り CD を。さすがにそこまでだね。いや、そのぐらいタッグ組んでもいいけど、でも そんなね、なかなか難しいでしょ、それは。浜田翔吾のライブより楽しいって言われてますけど。俺らのライブ？俺らのライブでしょうと。いやー、さすがにね。さすがに浜翔さんには勝たないでしょ。楽しいって言っとけよ。一応楽しいって言っとけよ。浜翔さんのライブはちょっとわかんないけど。ハンボラ先生よかった、あいみょん。あ、よかった、よかったって言ってしまうね。おぉ。千葉のライブ一人で参加します。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、というわけで、そろそろメールが徐々に来始めてる頃ですかね。はい、あ、来始めてますか？もうちょっと。もうちょっと。もうちょっと欲しい。はい。ノコ元気。いや、ノコも含めてね、今作業すごいやってますよ。めちゃ魔法ツアーの瀬取り、いいですよね。まあ、今回は結構早めに考えましたね。うん、ね、まあ、あのね、今回あのこんなこと言っていいのか悪いのか分かんないけど、4人でね、瀬取りを出し合いまして、はいはい、4人とも瀬取りを出し合って、まあ、1人2パターン3パターンくらい出して、でちょっとなんか例えばモノ君の瀬取りがもう、はい、なんかこうゴリゴリの押し押しのイケイケだな、だからちょっとこの盛り上がりそうなこの日に当てようとか、はいはいはい、ちょっとこの日はちょっと新規さんが多そうな地域だぞと、ちょっとあのまあザ新生かまってちゃんみたいな瀬取りを考えたのこのパターンを当てようとか、なんかそんな感じでね、あの各箇所であのメンバー誰かの瀬取りが当ててある感じにね、そうですね、なってる、ね、ちょっと性格出てますよね、そうなんですよ、そう性格が出てる、な、終わった後に、うん、ね、今日は誰が考えた瀬取りだったかね。それいいね。ぜひ当ててほしい。当ててほしいですね。当たった人にはもう、ちょっとね、豪華商品を。メールで送ってくれた方には。完璧当たった人にはね、豪華商品を、ね。あの、全公演がね、そう全公演誰が考えたかを。当たったら、もう全部ドンピシャ当たったらもう。それは当てたらすごいけどね。ね、なんか自信ある？自信ある？モノ君の瀬取り当てる自信ある？俺の瀬取り？香川のチケット売れてる？まあ正直な話、
まあ、あの千葉埼玉以外は全部ちゃんと買ってほしいですよね、はい、まあまあもっとお客さん来てほしいですね、そうですね、はいはい、まだまだこんなんじゃね、個性出る瀬取りとかワクワクする個性がね結構出てますよ本当に、まあ多少修正はしてるけどね、でもまあほとんどもそうだよね、そうほとんどね、うん、1、2曲ちょっと例えばモノ君が考えた瀬取りに、うん、ちょっとこの曲をもうちょっとあのこういうこのこのゾーンは上げていきたいから盛り上がる曲に変えようとか、はいはいはい、ちょっとあのメンバーで話し合って修正はしましたけど、まんまそのままじゃないけどね、そうだね、一人目の、では、電話予約の方ね。今回のルールを説明しましょうか。え、鶴木さんから今回の、はい、ルール説明。え、普通に電話するんじゃない、電話するんじゃない、いつも、ね、普通に電話するんじゃない。NG ワードがある。またもう何年も、ちょっと待ってよ、ちょっと普通にやらしてよ。前回はほら NG ワードで、はいはい、あのまずいグミ食べてもらったんですけど、あれ本当にまずかったんですかね、本当に。しかも俺あの後差し入れでまずいまずい言ってたら、差し入れであれワンパック来て、本当にこれ今どうしようかなって。あれね、あれ結構あの後いっぱい来たね。いやあれマジで100ミビーンズね、100ミビーンズ、はい、使ってくださいって言う、まあ今回使おうと思ったんですけど、まあちょっとそれも芸がないなと思って、はいはい、じゃあ今日は何やるんですか、何やるんですか、じゃあ笑ってはいけない電話予約ということで、あもう全然笑わないよ、大丈夫、全然絶対笑わない、絶対弱い、絶対弱いこれ俺、今回は、うん、電話予約の電話を担当するのは、はい、2人のうち1人です、あえ2人で食べんない、こあの交代で1人の方に対して、はい、お話聞くのは1人、はあ、でもう1人はその電話してる人を笑わせに行きます。なるほど、一回ですね、ちょっと出てもらって準備もしてもらって、試合ってことだね、じゃあ今回は。そうですね、しかも三沢さん休みになったんで、まあ、三沢さんがいるとね3人で回す感じだったかもしれないけど、あこれはもう2人の勝負っていう感じで、もう外れやんかって、これさ、これあれですよ、ちなみに千葉ギッと喋りたかったのに俺と喋った場合どうだったかわいそうじゃないですか、だから電話をかけてくる人には優しくないシステム、そうそうね、まあ、それはね、もう三沢さんが休んでしまったせい、三沢さんのせいだねそれは。まあまあ、ね、まあまあ、じゃ あ, じゃあメールにね、どっちと喋りたいですとかね、あそう、それいいですね、書いてもらって、それちょっと、じゃこの最近の人たち、ちょっと待って、おかしい、何その制度おかしい、例えばですよ、例えばですよ、そのこう電話をかける人が、最終結果的に千葉銀が7割、モノ君が3割とかって、うん、あ大丈夫大丈夫、順番に行くんで、それは。その日人を選んで、なるほどなるほど、自分の人の次は千葉銀に引いた人くらい、あなるほどなるほどなるほど、それ、まあ、うまくいかなかったらもう千葉銀って言っててもモノ君でとか、なるほどなるほど、なるほど、それもかわいそうだけど、まあまあしょうがない、まあちょっとね、それはもう三沢さんの三沢さんの具合悪くなったということで、そんなことしたらモノはかわいそうだ、まあ今回ばかりはメアドテロップに出して、あそうだそうだ、ちょっと待って、ツイキャスのテロップにメアド載せますね、ごめんなさい、やろうと思ったのに忘れて、ニコ生にはあの下に番組詳細に書いてあるんで、そこにメールをください。よいしょ。で、あれだな、今回また失敗だな。ああ、失敗してるね。ホームページ、飛ばないな。なんでなんだろう、これ。ね。じゃあね、この時間のうちにちょっと説明しておくと、はい。もし笑ってしまったら、はいはい。仕置き人がですね、仕置き人？仕置き人が、はい。殴りに来るんで、いや待って待って、暴力アーティスト、暴力ほらこれから綱引かれてるのに暴力、怪我をされたかないんですけど、まあ、お尻をバットで殴られてください、ケツバット、ああ、まあ、じゃあもうあれですね、もう某有名番組と同じですね、ケツバット でね、それも電話してる最中に容赦なく来るので、叩かれながらも、はい、電話はし続けてください、はい、それで、もう一人の人は、もう一生懸命笑わすと。もう、参ったなぁ。これまた、その笑った回数とかね。画面の向こう側にガタイがいい人がいるんだよなぁ。そうなんですね。そうなんですよ。いつも機材をね、山ほど抱えてくやつですよ。その人にやられたら結構なぁ。穴がもう一個増えちゃうんじゃないかな。ケツの穴が。本当に。刺されるの？なんかもう、ね、
陥没するんじゃないの、手を蹴るかもしれない、テロップってどこから言うんだ、あの人だ。それで、まあね、あの笑っちゃってもね、ちゃんと叩かれてても、はい、ちゃんとお客様とはお電話を、はい、電話を続ける、ちゃんと続けるように、はい、わかりました。笑う歌が笑ってないかっていうのは、あの、ジャッジは私が、まあ、はい、でーんって音が鳴るわけですね。そうですね。ケツにビッグバンが起きる。スミさんと話したいときはどうしたらいいですか。僕では別に話す。え、これね、これ、鳴りますから。笑ったとは。ウルトラクイズのしょぼいみたいな感じで。音に合うと思ってますんで。チラギンアウト。無駄にクオリティこだわってんだ。ふざけてるんだろう。ふざけてるんだろう。キープだ。美佐子さんと話させるって無理だろ。もうどうしようもない。美佐子さんのもうね、明日のために休んだんで。だからもう、あれですよ、2人の真剣勝負ですよ。はい、頑張りますよ。いやいや。ちょっとテロップにアドレスが全部入りきんないので、あの、G メールの、G メールはこんな感じになりましたけど、はい、いいですか、はい、それで。三田子さんは休んで正解。G メール .com ですからね、G メールは。千葉銀が負けるに決まってるじゃん。わかんないよね。そうだよ、こんな笑いの神様に愛されたみたいなやつに勝てるわけない、ね、勝てるわけないじゃないですか。広告焦ってありがとうございます。ハードル上げないでくれ。こういう時の方が逆に難しいんだって、笑わせるの。いやー、千葉銀が叩かれるのが見たい。美佐子明日何がある。美佐子さんは、まあ、単純に体調不良なんですけどね、まあ、明日が一応万文のライブだということで、大事を取ってもらったという形ですね。はい、じゃあ今やってみますか。はい、じゃあ1人目の方はこれ、千葉銀くん。あ、千葉銀くんがじゃあまず電話しますよ。じゃあ、はいはいはい、じゃあモンさん、じゃあ1回外れていただいて、はい、準備をお願いします。ちょっと待ってくださいね。じゃあその間千葉銀さん今電話をかけるんで。では一人目の方、電話かけます。行きます。あ、これもかけちゃっていいんですよね。モノ君のことは無視していいんですよね。もしもーし、ほろろ、もしもーし、ソラさんの携帯電話の番号で間違いないでしょうか。もしもーし、ないない、声が入ってない、こっち、もしもし、ソラさんの携帯電話の番号でよろしいでしょうか。はい、千葉銀です。あ、聞こえる聞こえる、ごめん、私全然聞こえないけど、こっちの声が聞こえない。あ、聞こえてる、待って、もしもーし、ちょっと待っててください。はいはい、あ、千葉銀、はい、千葉銀です。もしもーし、もしもーし、あ、もしもし、あ、聞こえた、あ、聞こえましたか。今結構騒がしいところに、あ、そう、飲み屋にいた。あのね、ちょうどね、かまってちゃんの友達と一緒に飲んでて、あらららら、ら嬉しい。そういうあのかまってちゃんのコミュニティで広がった友達なんですか。そうなんですよ。あららら、あのずっと5年前ぐらいから一緒に行ってる友達で、あ、めっちゃ嬉しい。なるほど。はじめまして。全然はじめましてじゃない。あ、全然。ライブで会ってるから。まだあのモノ君が、うん、あの全然スタンバイしてない。あの画面の外側にいないんですけど。ああ、
どんどん話進めて。これこの電話の内容で笑うのもアウトなんですか？いや、まあそこは見とき。あ、そこは見とき。あ、なるほどなるほど、わかりました。まあ普通に会話をしてください。あ、福岡の公演を撮ってくださったようで、ありがとうございます。そうです。めっちゃ福岡ナム。あ、今福岡ですか？福岡の方ですか？福岡出身の空というもので。あ、ありがとうございます。本当に。福岡ね、福岡行くの自体も割とちょっと期間空きましたよね。もうめっちゃ心配しとった、正直言って。え、福岡ないんって今回。ああ、そうですよね。前半戦の発表で、前半戦の発表で前半戦の発表であのあれですよね、福岡の発表なかったから。いや、なかったけど、びっくりして。いや、絶対ないやろ、千葉にまた福岡来るって言ったし。はい、はい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 、年明けのやけんさ。うん、いや今本当にモノくんがずるいんですよ。今もモノくんが画面の外で本当に俺のことを殺しに来てるんですよ。本当に殺してる、殺し、今下半下半身が今全裸でお盆をここに当ててる状態のモノくんが今お盆を当ててるモノくんが今俺の目の前にマジでやんないと、本当に今ちょっと画面の前通りますね。モノくんがちょっと見ててあげてくださいね。これね、マジでこれ本当にあれになるんで、本当にこれは本当にやばいんで。はい、ズボンを脱ぐ。いや、まだ笑ってない、大丈夫です。まだ笑ってない、大丈夫です。大丈夫です。いや、じゃあ福岡の瀬取りも多分いい感じになるんで、楽しみにしてください。なんか聞きたい曲とかあります？聞きたい曲、私もうね、めっちゃ好きやけんさ、いろんな曲やけんね、一個に絞れんのよね。あらら、ら嬉しい、ありがたい。まあ今聞きたいなって思ったのはレッツゴー武道館かな。あ、わかりました。じゃあちょっと福岡でレッツゴーを考慮に入れときます。お願いします。千葉銀のヤーネーが聞きたい。ありがとうございます。はい、じゃあ福岡行きますんで待っててくださいね。よ、はい、ありがとうございます。はい、バイバーイ。いや、千葉銀さん笑わなかった ね。ちょっと待ってください、あの姿はちょっと笑ってる。もういいんでした？切ったらいいんでしょ。そうですね。ちょっとなんだよ今の。あれはすごいな。千葉銀さんよくすごい耐えた。千葉銀さんよく耐えましたね。え、これだってよく笑う。今から何回も交代していくんですよね。あんな今からクライマックスみたいな、どうするんですかこんな。だからあの人クライマックスでしょ今の。お前バカじゃないの。放送的に大丈夫ですよね。放送は大丈夫ですけど。まあ。なので笑わなかったのはでかい。次どうしよう。そうね、じゃあちょっと千葉銀さんもそろそろじゃあ抜けて。俺も準備、もうあれを超えられる何かを何も思い浮かばない。準備してもらって、まあでもなんかほらギャグとかもあるし。ギャ、電話中にギャグ。お盆がかわいそう。カイドウ酒飲め。どうしようかな。どうしよう。大体伝わったんですかね、見てる方には。触ったんじゃないですか。触ったんじゃないですか。ね、基本的にはね、結構ギリなんで、はい、放送的にまずかったんで今のは。そうですね、うん。結構ギリギリだったんでね、見れるのはちょっと厳しかったね。
うん、本並とかね、やっぱちらっとお盆をずらして見せてる姿が一番面白かったですよ、ね、もうね、久しぶりに見たでしょ。よく笑わなかったね。久しぶりに。いや、俺は直視したら吹くと思ったんで、ちょっとなんかこう視界をぼやかす感じで見てました。せめてこと応援しますよ。どうしよう。ちょっとじゃあ調査もそろそろ準備を始めて。はい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 。ちょっと何も思い浮かんでない。どうしよう。じゃあ能さんちょっと喋りながら。はい、わかりました。次の方がメンバーの見たくない千葉銀のセンスに期待。千葉銀も脱ご。千葉銀も脱ぐの結構まあね、すごいストレートにやりましたけどね。これで笑われなかったのはちょっとでかいね。どうしよう。いろいろと失うもんがありましたよね、僕には。面白い。それ、初っ端からクライマックスすぎるってものさ。いや、そうね、確かにね。次のターン、何するつもりなの、いや、ちょっとジャブを入れるつもりがいきなりちょっとね。でしょジャブ必要だったって、ね、絶対、うん。いや、と思います、確かに。僕も次どうしようかな。でしょ今のがもう配信のピーク。この後きつくないか。この子は笑わないよな。いや、わかんない。ちなみにね、意外とね、ちょっとね、天然でやらかす人だからね、たまーに怖いんですよ。意外と。もう何も思い浮かばない。どうしよう。他のチケット買えるの。あ、そうです。あ、で、電話でもできますし、ツイキャスでも、確かあれですよね。ツイキャスでも受け付けてますよね。チケット。開けてない。あ、今日は、ごめんなさい。今日電話だけです。今日電話だけなんで、下にあるアドレス、メールアドレスに、gmail.com の方にメールをいただけたら、と思います。引きこもりなので電話苦手。まあね、これ結構公開晒し電話だからね。まあ電話苦手な人は苦手かもしれない。それはあれかもしれないけど。ひらぎいないと強そう。じゃあ次の方。はい。じゃあ。あ、電話かけましょうか。電話番号を押すところまでやります、ね。あ、はい。カラメールじゃない。カラメールじゃないですよ。ね、これです。5つくらい書くものありますんで、書いて送ってくださいね。これちょっともう一回言いますね。ペンネームと電話番号と希望購入日、説明し終わったらこのコールボタンで、あともう了解になりますので、はい、で千葉県と埼玉県は購入 NG です、すみませんが、でツアーでの、メンバーにやってほしいことあったら、あと5番今回新生かまどちゃんのライブに参加するのはいつぶりかと、何回目かとっていうのをね、書いて送っていただけると嬉しいです。これね、めっちゃ魔法ハテナテロップ、ん？ってことだ。何言ってんだってことですね。はい、じゃあってことで電話に行きますよ。千葉銀さんいいですか。いや、まだ何も分かんないんで、思いつきできます。はい、これレディになったっけ、大丈夫かな、うん、ってかけてください。はい、ん、これはあれか、もう一回電話番号やらなきゃいけないの、これ。あら、多分消えちゃったっぽい。電話番号だけじゃダメですよ。あちょっと待ってくださいね。はい、じゃあ電話番号。もしもーし。これペンネーム言っていいのかな？これ。のそくんですか？
はい、どうも。2つ目でかかってきましたね。ええ、1回目でかかってきましたね。あ、2回目ですよ、2回目。僕の1回目。あ、俺の1回目か。そう、確かに確かに。いや。これってあれなの、六本木も大丈夫なんですか。六本木も大丈夫ですよね。大丈夫です。大丈夫ですよ。はい。で、4番のワイヤーで吊るして、が、フライングして。はい。そんなね、高いところでね、はい、ライブやってないから無理です。これは本当に、うん、もうダメ。さすがにね、無理ですよ。あ、ダメですか、うん、で、5番の3ヶ月ぶりに30回くらい、はい、で、夏のあれ行きましたよ。大阪のビレバンフェス行きましたよ。あ、なるほどなるほど。それはありがとうございます。そう、いや、元気してますか。何ですか、やめてください。本当にやめてください。やめてください。お触りありですか、これは。ちょっと、いや、これはもういや、もうね、ちょっとね、続けてますよ。ちょっとね、これこれ痛い。六本木でね、いいライブをやりますんで、六本木でいいライブをやりますんで、いや、悪くないです。悪くないです。六本木で、いいライブを。モナカアウター。はい、おめでとうございます。いや、将棋ない。いや、ご卒業ありがとうございました。君のおかげで負けました。六本木楽しみにしててください。はい、来年ですね。はい、新年と同時に、同時じゃないけど、新年の時にぜひお待ちしております。はい、はい、じゃあね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、バイバイ。はい、お疲れ様です。いや、まあまあしょうがない。まあこんな感じです。顔はずるいね。顔はずるいね。顔はずるいよ。顔はずるい。近い。何の配信？あれですね。チケットの電話予約をしながら、ミニゲームを、ね、はい、しておる配信でございます。はい。電話する人降りてきぼりじゃない。そうそうね、確かに。すみませんでした。いやもうね。だから電話する人を置いてけぼりしないように喋り続けないとちゃんと。そうですね。はい。まあまあ笑わないでね。はい。頑張りますよ。いやー悔しいな。いや多分ね、見なかったら大丈夫だったな。当たり前だ。顔見なかったら大丈夫だったな。当たり前だろそれは。顔見なかったら大丈夫だったな。千葉銀らしからぬ顔してましたね。本当に。割り箸の端ついてるよ。え？入れるとこに。それだ。本当。もう一回電話してる中で、もうどんどん笑わせていっていいんで。メアドが違うらしいよ。メアドが違う。3回も4回も。あ、俺のテロップがおかしい。めっちゃマホマホに。あ、本当だ。めっちゃマホマホになってる。ごめんなさい。あ、直します。一回続けてください。あ、もうその一回電話してる中でも何回笑わせ。何回こうどんな笑わしで、とにかく笑わしに行けと、もう積極的にどんどん行けと、もう一回笑わせて終わりということもなく、もう何発も行きましょう、はい、もう立て続けに追い打ちをかけろということですね。そうですね。はい、わかりました。わかりました。白銀ようやった。ありがとうございます。無理やり割り箸を半分によって口の中突っ込んだもの、ね、うん、今かけらが口の中すごいです。だよね。体を張ったね。いや、ちょっと待って。もう何もないぞ。いやいや、僕の方がきついよ、この後。そうだよね。ものすごいポンポンになった後ですから、ね。本当ですよ。はい。剣も混じれって書いてありますけど。
あのじゃ あ, あの電話の選択肢に剣さんもあり入れますか剣さんと喋りたいんだっていう方は別に、ね、もうだってさっきから画面内で椅子こう揺らしながら余裕だもん、そうです、余裕こいてるもん、ケツバットの恐怖を味わっていただいてね、剣さんにね、え、まだ違う、ちょっと待って、ごめんなさい、めっちゃ本番になってるね、ごめんなさい、ごめんなさい、ツイキャスのテロップ間違えまくってすいません。じゃあもう一回この説明をじゃあ千葉銀さんにしてもらって、はい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 、改めて、はい、これで OK かな、めっちゃ魔法、はい、ただいま11月からね、行われる新生活祭りはめちゃめちゃ魔法を叶えてツアーの電話予約受付配信をしております。で、メールアドレスがこちらね、はい、メールアドレスがめちゃまほ1116@gmail.com と、ね、なっております。書くことは電話で名前を呼ぶ際のペンネーム、ね、ペンネームと、これ多分ライブ会場の受付とかにも多分このペンネームを言って入ってもらうと思うんで、まあ、受付の時に自分で名乗って恥ずかしくない名前だったら何でもいいです。はい。次、電話がつながる電話番号。はい、次。希望の購入日ね。ちょっとこれはこちら、自分でツアー日程を調べてもらって、どの公演に行きたいんだっていうのを、自分で調べてもらうしかないんですけど、一個一個言っていくとまたちょっとあれなので、うん。購入日調べて、千葉、埼玉以外の公演を書いてください。はい。4番、ツアーでメンバーにやってほしいこと。これもしかしたら、いい案だったら採用される可能性もあります。はい。5番、今回新生活祭りのライブに参加するのは、いつぶりの何回目くらい。これ多分、スタッフがアンケート的な意味で欲しい情報です。はい。書いてください。で、僕らが、電話します。その後に、スタッフから電話が来ます。で、スタッフから電話が切れた時点で、受付完了ということになります。で、チケット代金はライブハウスの会場で当日の支払いになりますので、お金を持ってきてください。入場順はプレイガイドで先行の、ね、方とかの後に、の入場順になります。はい、以上。はい、あ、じゃあ、次の方、電話をかけますよ。以上。モノ君はもうスタンバイ OK なのかな？はい、では、次の方お電話かけます。以上。え、テロップ？テロップ？メアド？ちょっと待って、なんでテロップ間違えるんだろう。はい。こんばんは。カルメイキさんの電話番号で大丈夫でしょうか。あ、はい、合ってます。こんばんは、千葉銀です。あ、こんばんは。え、マジで？こんばんは。こんばんは。また、さっき話したソラさんと一緒で福岡の公園に来てくるということで、はい、よろしい。一緒にいるんですよ今、そのソラさんと。ちょっと待って、あ、うん、相方さんでしたか。あ、はい、相方っていうか、たまたま今日一緒に飲みに来てて。なるほど。はい、で一緒にキャス見て送って、はい、見ようってことで、で二人で送ったんですよね。なるほど、ありがとうございます。はい、いやもうめちゃくちゃ嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。すいません。すごいめっちゃ笑ってるけど。いや、大丈夫です。大丈夫ですか？今のは大丈夫です。ちょっと今モノ君がなぜかストローでコーヒーを飲んで自分で吹き出すっていう、ただただ机と俺のズボンにコーヒーをぶちまけるっていう、本当に何ですか、こいつなんですかね、本当に。いや、それモノ君、こいつなんですかね、こいつ。シミになるから洗った方がいいですよね。黒のズボンでよかったです。
あ、はい、そうですね。はい、やってほしいこと、接触チェキ、物販でメンバーに出てきてほしいと。はい、あ、はい、なんか物販でよかったら、そのなんか買えたりすると嬉しいなってちょっと思ってて、その、はいはいはい、地方だから見る機会とかもないんで、あったら嬉しいなって。そうですよね。はい、前回のツアーだと、はい、CD をね買ってくれた方に、はい、ポスター手渡しみたいのあったんで、はい、ああ、はいはいはい、なんか今回もそういうのできたらいいなと個人的には思ってるんですけど、あ、それめちゃくちゃ嬉しいです。あ、ちょっとやりたいですね、はい、今回もちょっと事務所に掛け合ってみます。あ、ありがとうございます、はい、やった、いや、ありがとうございます。なんかメール選んでいただけて嬉しいです。いやいやいや、こちらこそありがとうございました、本当に。ちょっとずっと応援してるんで頑張ってください。なんだなんだなんだはい、ありがとうございます、本当に。ちょっと待って、ちょっと待って、今のは、今のはなくて、今のちょっと違うやつ言ってくれ。はいはい、はい、はい、福岡の瀬取りもすごいいい感じに考えてるんで、はい、楽しみにしてください、はい、本当に。あ、楽しみにしてます。あ、ずっとも聞きたいです。ずっとも聞きたい。いや、はい、ちょっと考慮に入れときます。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっと今のはなんかちょっと違うやつだよ。ちょっとなんかもう呆れ笑い、そこを狙ってから。その戦略、それ狙い、もうそれ狙い、もうそれ狙い、えっていう感じで笑ったでしょ。そうそうだ、ね、何をやってんのこいつはっていう、もう。次どうすんのよって話ですね。どんどん行きましょう。じゃあもう一回説明をもう毎回ね、こうしながら、はい、ね、はいはい、これね、はい、何回も説明していきます、はい、すごいようですけど、何回もしてくださいね、はい、必ずね、このメアドをまず間違えないですね、からペンネームと電話番号、希望購入日、ツアーでメンバーにやってほしいこと、今回かまってちゃんのライブに参加するのは何回目かというのを必ず記入して電話し、メールを送ってくださいね、本当に。お願いします。お願いします。鼻コーヒー痛そう、痛かったですか。そうですね。今、ごめんね、結構こぼれたでしょ。もうね、もう何も考えてなかった。もうとにかく鼻の中コーヒーの味するもん。ね、メールいただいたね、はい、方には非通知で電話番が電話行くのでね、はい、非通知で迷惑電話だと思わずに勇気を出して出てください。電話が切れた後、これさっき言った、チケット代金は、説明が下手だな、各会場受付にて、当日お支払いをお願いします、はい、ということでね、入場順はプレイガイドにて、ご購入いただいたお客様の後ろになります。はい、後遺症、鼻コーヒー出そう、大丈夫。広告来て、あ、広告ありがとうございます。ちょいちょい咳込むとね。ね、このコーヒーはちょっと美味しくいただきますか。鼻で飲んだやつなんでね、汚いんで。スタッフが責任を持って。さあ行きましょう。はい、あ、モノ君、モノ君電話。はい。もう絶対割らねえ。もう絶対割らない。もう大丈夫。キラギンのあれが分かった。もうどういう感じで攻めていくか多分分かる。ね。はい、じゃあ、電話したいと思います。あれ、はい、また。なんだっけ、あ、電話終わります。何でしたっけ、ちょっと教えてください。はいはいはい、ありがとうございます。これを叩いていいですね。は
はい、レッド六本木あんまり大丈夫、いや大丈夫大丈夫ですよ。じゃあ、電話したいと思います。もしもーし。もしもーし。どうも、みたらしさんで、いいですか？はい、そうです。はい、電話ありがとうございます。いえ、いえ。これは12月の16かな ?6 で合ってますか、これは。12月10日ですね。10日か。失礼しました。10日ですね。10日の名古屋。ということで、はい。ありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございます。はい。で、俺に見送りされたいってのはどういうことだ。いや、なんかメンバーにお見送りとかされたら嬉しいなと思って、うちまで日替わりでこう変わったら面白いかなと思って、うちまで お見送り家まで送ればいいってことですか。あ、違う、なんかライブ終わったらこう出てきてくれて、はいはい、みたいなのがあったら。ああ、なるほどなるほど。僕らがそういうことやって、はい、いいんですか。それちょっとね、ちょっと考慮しておきます。本当に。あ、はい。よろしくお願いします。はい。まあ、嬉しいですよ、それは。そういうふうに言ってくださるのは。あ、本当に。はい、ありがとうございます。いや、本当、本当に。はい、NG フェスぶりってことで。そうです。はい。NG フェスってもう結構最近ですね。ってことは、毎回来てくれてるってことで。ありがとうございます、本当に。はい、来てます。いやー、なんか、僕に聞きたいことないですか？なんか、ライブ中って、はい、お父さんって、結構遠く見てますか？遠く見てますよ。あ、そうなんですね。はい、今も遠く見てますけど。いや、今も遠く見てるんですよ。あ、なんか、はい、目が遠いですね。目が遠い、そう。ちょっといろいろと、あ、なんか、シマガールに見せたいものが、ちょっと。あ、なんか頑張ってらっしゃいますね。はい、はい、結構大きいですね。何がですか？ちょっとよくわかんないんですけど。いや、気をつけろよ、本当に。マジで。マジで気をつけろよ。あ、なんか気持ちが悪い人が。気持ちが、いや、本当はイケメンなんですけどね。あ、そうなんですね。はい、あ、よかったです。ちょっとどういうですか、いろいろ大丈夫ですか。光ってるもんこれ。若干気がついてるし。すみません、あの会話を止めてしまって。あ、いえ、大丈夫です。はい。すみません、本当に。僕、笑ってないですよね。あ、ちょちょちょ、はい、さすがに、今のはまずいんじゃない。今のはまずいんじゃない。さすがに。大丈夫ですか、すみません、本当に。あ、いえいえ。もうね、本当ごめんなさい、本当に。大丈夫です。本当にごめんなさい。あの、話が飛んじゃったよ、まったく。あの、聞きたいことなんかあったって、さっき何か言ってくれましたっけ。あ、はい、なんかライブ中って、お客さんをどのあたりで。あ、そうそうだ、それは、どの辺かな、でもやっぱ、前列が多いですね。あ、そうなんですね。前列がやっぱ多いです。後ろ、やっぱ、後ろの方を見てるつもりなんですけど、やっぱ、表情がやっぱり前列わかるから。あ、そうなんですね、はい。そうなんですよ。なんか割と後ろで見る派なんで、どのくらい見えてるのかなっていうのが。あ、でも、後ろの方も見えてますよ。ちゃんと。あ、そうなんですね。ただどうしても目線が行っちゃうだけで。
そうなんですね。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。あの口ずさめるようにが好きなんですけど、はい、やる予定とかはないですかね。口ずさめるように、そうですね、ちょっとまだ今のところはまた機会があれば聞いてみたいです。あ、ぜひちょっとそれは考えておきますので、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫ですよね。大丈夫ですね。大丈夫ですね。大丈夫ですよね。笑ってたろ。笑ってました。どうですか、そこは検討して。キバギンケツバットで、いやでかかったよ。ひでえなっていうか。最近大きいんだ。いやー、もうネタがないね。ネタがないでしょ、うん、もうね、困りますよ、これは。いよいよなんか違うネタないですか。です、ね、ちょっとじゃあそろそろ違う、 あれに行きますか。よかった、お題をチェンジする。お題チェンジというか、じゃあちょっと電話予約を一旦休憩して、はい、はいはい、あ、休憩。こちらを、はい、こちら行きますか、今回は。今回のゲームは。マジか。前回何やったっけ。前回。あ、でも、笑って叩いて、かぶってみたいなやつ。いや、やりました、やりました。叩いて、かぶってみたいな。ヤギンバーサスモノ、大喜利対決。まあ、ちょっと、はい、やっぱこう笑わし合う、せ合うことになってるんで、はい、やっぱりこうね、どっちがもう面白いか、こういう、もう鍛えていきましょう、こういうところで。で、後半に向けて。いいですよ。ちょっと大喜利。マジ？やったことない。モノ君はなんか、なんかの番組でね、一回やりましたよね。やりますよ。本当に。ね、これでメール増えるの、増えるか分かんないですね。その間にじゃあちょっといろいろメールを、お題の答えをね。あ、お題の答えを、はい、いやね、はい、配信、その間にちょっとメールみんな送ってもらおうか。配信力をつけようか。まあそうですね、なんかちょ今後ね、こんなこともできるようにね、はい、なってたらちょっと幅も広がると思うんでね。そうですね、ちょっとこういう、誰が見てるか分かんないからね、こういう機会で一回ちょっとやってみるという、出来次第では購入増える。パーフェクトも結構絶対そんなことないだろう。なんだろうね。電話まだすか。すいません、電話ちょっと休憩になりました。今、このうちにみんなメール送っといてください。このね、めちゃ魔法、1116あと gmail.com の方にね。これなんかつまんなかった人は投票で決めるということなので、アンケートそうですね、アンケートを取る、アンケートニコ生のアンケートで、ニコ生のアンケートを取る。やらしいな。ツイキャスのアンケートもありますけど。あ、そうなの。どっちでいいですよ。一本のオファークルの骨。どっちのお客さんがこうなんていうの、はい、こうね、なんかこう性なんていうか、たなんかのなんかこう、まあでもニコ生のが笑いには厳しそうですよ。笑いに厳しい、うん。まあでもほら、両方に厳しかったらあるじゃん。どっちかには入れなきゃいけないわけで。そうだね、うん。そうですね。両方にしようって。だって、こっちとこっちの、ツイキャスとニコ生の結果が違ってきたら、またどうすりゃいいのかって感じになってくる。パーセントを足すか。パーセント足せばいいのか。そうだね。それでいこうか。ちょっと計算が。どっちもアンケート取って、パーセントを足せばいいのか。よし。じゃあ第1問からいきますか。はい。じゃあまず私問題を読み上げ、お題を読み上げるので、はい、それで答えを書いてもらって、はい、で改めて僕がお題を読んだら、はい、あ、挙手してじゃあどっちかって決めて、はいはいはい、それで、かけた人から挙手してもらって、はいはい、それでもう一回僕がお題を読んで答えてもらうという形で、はいはいはい、いきますよね。一問一答ですか。一問多答ですか。一問多答です。多答で、はいはいはい、どんどんいきましょう。じゃあいきますよ。
さあ最初のお題はこちら。のこさんがもうフェスには出たくないというその理由とは。のこさんがもうフェスに出たくないというその理由とは。何も出てこない。ちょっとお前ら考えてみ、お前らも考えてみ、これなんか出る、これえ難しいよね。もうなんかニコ生のね、コメントとかもすごいこう皆さん回答してくれてますけど、2人はさあどうするって感じですけど、ちょっと待ってください。いや、こんなに俺出ないと思わなかった。だってちょっと待って、意外と難しいな。全然出てこないな。これもう10秒経っちゃうと、あの尻尾に動いてくるんで。じゃあ、お題をチェンジします。はいはい、はい、ちょっと、何も出てこないよ。お題チェンジしますよ。思った以上に出てこない。はいはいはい。美佐子さんが写真集を出すことになりました。はい。そのコンセプトは。コンセプト、美佐子さんが写真集を出すことになりました。そのコンセプトは。さあ書いてください。野野さんの、あ、2人とも書き始めたかな。2人とも書き始めました。じゃあ挙手してくださいね、できた人から。はい、はい、じゃあ皆さん書きますね、はいはい、読みますよ。美佐子さんが写真集を出すことになりました。そのタイトルは。ほくろを数えてね。まあ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 、まあ、こんなもんですよ。ギャブギャブですからまずね。挙手してください。はいはいはい、こんなもんです。調子出てきましたね、はい、結構テンプいいですよ。はい、はい、じゃあ読みますよ。美佐子さんが写真集を出すことになりました。そのコンセプトは。全身タイツ。はい、美佐子さんが写真集を出すことになりました。そのタイトルは、はい、はい、そのコンセプトは。私を見て大きくなってね。ちょっと待って、もう、くんのやつはね、コンセプトというより タイトル、タイトル、コンセプト、コンセプト、コンセプト、違いますか、俺タイトル、コンセプト、コンセプト、どんどん行くと、皆さん連続で書いてすごいと思う。もう、皆さんが写真集をね、まあ、ありえない話じゃないですからね。美佐子さんの気持ちになって考えてみます。
はい、はい、じゃあいきます。美佐子さんが写真集を出すことになりました。そのコンセプトは、団地妻美佐子のぬるぬる天国じゃあ次でちょっとお題変えます。はい、はい、はい、美佐子さんが写真集を出すことになりました。そのコンセプトは、はい、初めてじゃないもんじゃあ お題を変えましょう。はい、じゃあ次いきますよ。〇〇は鳴り止まない、〇〇に入る言葉とは。〇〇は鳴り止まない、〇〇に入る言葉とは。はい、〇〇は鳴り止まない、〇〇に入る言葉とは。はい、苦情が鳴り止まない リアルが しばらく止まるとこれが入るのね、これ。いいね。じゃあお題を変えましょう。じゃあこれ最後にしますか。はいはい。このコーナーの最後です。はいはい。いきます。新生かまってちゃんのライブでお客さんたちが激怒。その理由とは。新生かまってちゃんのライブでお客さんたちが激怒。その理由とは。はい、新生かまってちゃんのライブでお客さんたちが激怒、その理由とは。全員服を着てない。意味わかんないな。はい、はい、新生かまってちゃんのライブでお客さんたちが激怒、その理由とは。かまってちゃんじゃなくて世界の終わりが来た。はい、はい、新生かまってちゃんのライブでお客さんたちが激怒、その理由とは。モノくんの MC がはっきり聞こえる。はい、新生かまってちゃんのライブでお客さんたちが激怒、その理由とは。美佐子さんが服を着てない
け。はい。新生かまってちゃんのライブでお客さんたちが激怒、その理由とは？いやいや、全曲浜松のカバー。はい。新生かまってちゃんのライブでお客さんたちが激怒、その理由とは？全曲世界の終わりのカバー。ちょっとさて、じゃあメール予約に戻りましょうか。はい、一応今の何だこの企画は。はい、今の大喜利でちょっとどっちが、はい、まあ、面白くなかったとか、はい、ちょっとアンケートを。面白くなかった方アンケート、はいはい。でアンケートこれとりあえず取り流すんです。普段ニコ生のアンケートなんかで、はい、ニコ生のアンケート。じゃあニコ生と、はい、ツイキャスでアンケートを。アンケート。ああ、両方で取りますか。両方取りますかね。どっちもダメじゃね。滑る。この空気どうすんの。どっちがつまらなかった。じゃあアンケートね。つりさんっていう声あるんですね。アンケート中って出てるけど、これアンケート中になってる。これこっち携帯でアンケート初めて取ったけど、なってるなってる。アンケート、はい、ちょっとはいかいいえでしかちょっと取れなかったんで、はい、はい、はいかいいえになっちゃうんで、じゃあ千葉銀がつまんなかった方がはいで、うん、モノ君がつまんなかった方がいいえにしてください。それでよろしいですか。はい、はい、いきます。もう一回取ります。はい、アンケート取ります。はい、はい、アンケート中。はい、じゃあこれはこれで多分結果がこれもすぐ出るんですか。これツイキャスの方は多分すぐ出る。あ、こっちも多分すぐ出ます。あ、本当ですか。両方って選択がないのか。ないです。ツイキャスアンケートがハイが 70%、 EA が 30% ということで、千葉銀がつまらない方が 70%、 小野くんがつまらないが 30% です。はい、じゃあ表示ください。はい、うん、千葉銀 67.4%、 小野くん 32.6% だろうよ、だろうよ。いやいや、俺もそう感じていたよ。難しかったよ。うん、まあ、じゃあそれ難しいね、大喜利ってね。行きましょう、メールウェイ行きましょう。で、これ勝ったら、負けたら何か。最終的な点数であったり。何それ。すげえ、今嫌なことやったけど。じゃあこれは、とりあえず、これに関しての何かはない。はいはい、だから、まあ、千葉木さんはまた積極的に笑わせて、はい、今日難しいな、なんか。レベルが高い。いや、なんかね、いきなり芸人的 な、あの、なんかね、このね、この、あの、スタッフが、俺らで何とかしてくれという空気をすごい感じる。お前らで笑わせろという、あの、流れがすごい、すごいよ、今日は。いいじゃないですか。今日はすごいよ。やってみましょう。もっとやってみましょう。やってみましょう。うん、心がズタボロになる日。いや、難しいよ、今日は。はい。じゃあ、電話に行きますかね。はい、電話予約を次できれば一番いいんだよね。はい。そうですね。はい。あの、ちなみに、どっちまた電話するじゃないですか。はい、それも、まだ笑わせるんですか、お互い。笑わせます。あ、笑わせるらしいです。はい。もう、だんだん慣れてきました。あ、なるほど。うん。コメント読んでますよ。ターン的には、モノ君の番ですかね。モノ君が笑わせる番ですかね。僕が電話する番ですかね。うん。ちょっと審査を厳しくしていこうかな。あ、審査を厳しくする。あ、笑いのね。はい。いや、難しいね。本当にね。体と精神、張るね。張ってますね。
難しい。焦点には出れないな。千葉銀行超えろ、本当だめよね。うるさいわ。そうだね。いやー、なんか、やっぱでもいるよね。もう全く同じことを言って、面白い、受ける人と受けない人種ってやっぱいるよね。いると思う。いると思う。うん。あ、じゃあ次の。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ電話かけます。はい、じゃあ次の方電話かけます。はい、もしもし、もしもし、まばゆいさんの電話番号でよろしいでしょうか。はい、合ってます。あ、こんばんは、はじめまして、千葉銀です。まばゆいです。ありがとうございます、チケット買っていただいて。いや、ありがとうございます、本当に。1月29の東京ということで、はい、これはあれですよね、 EX シアターですよね。そうです、ツアーファイナル。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ライブは浜松ぶり。そうです。え、浜松って今年の浜松ですか。今年のその、そうです。あ、夏にやった。じゃあ結構コンスタントに来ていただいてる感じで。はい、ありがとうございます。名古屋も12月行きます。ああ、ありがとうございます。あ、じゃあもう名古屋のチケット取ってるけど。もう取ってあります。さらに今日追加で EX シアターということでね。そうです、ありがとうございます。あの、浜松の時に、はい、あのポスター手渡し、はいはいはい、しました、しました。千葉銀さんからもらったんですよ。はい。もうだから、行くしかないなと思って。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。なんか、こう、本当は誰と話したかったみたいなのあったりするんですか。千葉銀さんと話したくて。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ好きなんですよ。いやー、すみません、なんかありがとうございます。はい。嬉しいです。はい。いやー、本当にね、モノ君が今、はい、ようやく登場して僕の前で今、はい、何をしてるんですかね、これはね。そう、ツイキャス、はい、電話、私のおっぱい飲む。まばゆいさん、モノ君がおっぱい飲むか聞いてますけど、どうしますか。私のおっぱい飲む。あ、飲みます。あ、ちょっとちょっとちょっと笑ってないよ今。ちょっとほんとに判定が厳しくなってる。笑ったんですか。笑ってない。ほんとに判定が厳しくなってる、ほんとに。あ、いや、なんか、はい、やってほしい曲とかあったりするんですか。やってほしい、なんですか。曲。はい。やってほしい曲。東京の公園で聴きたい曲とか。その浜松の時に、はい、ロックンロールは鳴りやまないを歌わなかったんですよ。ああ、なるほど。はい。ぜひ東京では聴きたいなと。はい。いっぱいあります、聴きたい曲。もう全曲聴きたいです。はいはいはい。なんかモノ君が、はい、僕の前でなんか手品みたいのを始めてるんですけど。はい、手品ですか。はい、アウト。ちょっと待って、おかしい。ちょっとブーの音が聞こえました。ちょっと、今モノ君がなんかコップを使って、あの、こうなんか、はい、こうなんかシャッフルする手品みたいなやつなんですけど、はい、普通にどっちも入っててドヤ顔をするっていう。それはもう私視聴者に見せらんないの。おかしい。だって完全に顔芸ですからね、ドヤ顔の一発芸みたいなね。それがモノ君です。本当にね。じゃあ本当に、ツアーファイナルということでね、多分僕らもすごい
感じのライブを考えていけると思うんで、はい、楽しみにしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。見たかった。そうね。そう、みんながやっぱ見れない。見れないからね。見せらんないですね。うん、だここでやったらいいの。そう。ここでやったらいいんですよ。ここでやったらいいんですよ。いろんなこと。そうですね。で、俺が基本的にこっちを見ながら、あの、話をすれば、物事の話をすればいいんですよ。確かに。そうし、そうしましょう。そうしましょう。いやー、もう一回やって。やってじゃない。やってますよ。やってやってみますよ。やっぱいいや、やっぱいいや、やんないやんない。これはもうね、勢いだったからね、勢いでやったからね。そうだね、うん、いやー、ちょっと待って、もうない。あ、コメントでもまばゆいです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね。ありがとうございます。すいません、なんか邪魔しちゃって。だって俺もう何もないよ、もう。もう何もないよ。どうしよう。やったらつまんなくなる、そうそうそう、つまんなくなるんですよ、これは。そうなんですよ。いや、今日はちょっとね、疲れますね。そうですね、うん。ちょっと疲れますね。あ、これでもちなみに配信の予定的には22時までっていう話でしたよね、確かね。あと30分しかないですよ、これ。進行的には大丈夫なんですかね。大丈夫です。大丈夫、あ、大丈夫らしい、大丈夫らしいです。はい。いやー。もう終わりたいだろ、言うな。それは、うん、もっと売れ、美佐子助けて。いや、美佐子さん多分ね、元気なんだよね、多分あいつね。え、そうなんですか。多分知ってたんだよ、これを。あ、この中身を知ってたから、やりたくねえなっつって。そうそうそう、体調悪いっつって、はい、嘘ついて、この野郎、本当に。俺らも知らなかったのに。本当だよ。なぜか美佐子さんが知ってた。美佐子さんは悪者扱い。美佐子賢い。いや、メンバーを落とす方向って。いやいや、早いな。精神のすり減る音がする。もっとスムーズに揺れないから、もっとスムーズに揺れてほしいですよ、これ。本当に。あ、来ました。じゃあ電話させていただきたいと思います。え、ちょっと俺もう何も思い浮かんでない。どうしよう、何も出てこない。ちょっと待ちますか。いいっすよ、いいっすよ。いいっすか。いいっすよ。どうしよう、どうしようか。まだ右の引き出し開けてないだろって、よくわからん。何言ってんだ。行きますよー。この近くに来てもいいよ。もしもし。もしもし。あ、もしもし。あ、山根さんでお間違いないでしょうか。あ、そうです。ありがとうございます、電話。ありがとうございます。1月29日の六本木を購入していただけるということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。前もってチケット買ったりとかはしてなかったわけですか。まだ買ってなかった。あ、よかったです。それはちょうどよかった。じゃあちょっと、はい、六本木、ファイナルですね。あ、ファイナル。もうぶっ飛んでなライブをするんで楽しみにしてください。はい。で、待った、何だっけ。ツアーでメンバーにやってほしいこと、ライブ配信ということで。ライブ配信。はい、きっとその願いは叶います。あ、よかった。きっと叶います。だからいけないところとか、来てくれたら、来てくれたら、
来てくれたら、来てくれたら、おう、来てくれたら、ママくん、アウト。あ、すいません、話を止めてしまって。はい、来てくれたら。アウト。すいません、こういうの質問に入るとまだやばいな。あのライブ配信は必ずやりたいと思います。なるほど。アマくん、アウト。痛い痛い、マジで痛い、本当に痛いんだけど。いや、ちょっと待って、ごめんなさい、本当に。ライブ配信ね、やりますので、楽しみにしててください。で、ラスインストールリリーベぶり、ワンマー初めてということで、初めてワンマー初めて。真野くん、アウト。やばいな、やばい、それマジで痛い、マジで痛い。結構マジで痛いんだけど。ごめんなさい、ワンマン初めてということで、次からずっとワンマン来てくれる。次からずっとワンマン来てくれるってことを、来てくれる。次からずっとワンマン楽しみにしてください、本当に。楽しみ。はい、すみません、なんか、いろいろ。なんかごめんなさい、いろいろ。すみません。じゃあ、とりあえず1月29日お待ちしてますんで。ありがとう。楽しみにしてます。はい。じゃあ、また、またねー。ありがとうございます。俺たち何やってんだ。いやー、初めてだったよね。ごめんなさい、本当に。すいませんでした。いや、もうね、ちょっとね。山根さん、すいませんでした。結構、壊れ始めた、俺は。そうだね。壊れ始めてしまった。うん。すいません、本当に。あ、もう一回説明を。はい、はい、はい。はいはい、いや、嬉しかったです。ああ、そう言ってくれてありがとうございます、本当に。ただいま、新生かまってじゃん、めちゃめちゃ魔法を叶えてツアー、ね、電話受付配信をしております。はい。はい、こちらのアドレスに、ペンネーム、電話番号、希望の購入日、ツアーでメンバーにやってほしいこと、今回のかまってちゃんのライブに参加するのはいつぶり何回目くらいを記入して、メールで送っていただくと、僕らと生電話がつながる可能性がございます。はい。はい、で、まあ、僕らからの電話が非通知でかかってきますので、着信拒否設定を、解除しておいてください。電話が切れた後にスタッフからさらに非通知で電話がかかってくるので、その電話で受付が完了となります。チケット代金はライブハウスで、お支払いください。入場順がプレイガイドでご購入いただいたお客様の後になりますという感じでございます。はいはい、よろしいですかね。持っております。ノコソロ以来もうライブ行ってないよ。ライブ切ってきて、そう、ね、なさい、本当に。結構だいぶ僕ら成長したよ。いやね、本当にね、ノコソロなんてもう何年前ですか。結構前だよね、もうね。3、4年ですよね、うん。全然違うと思いますよ、多分。うんうん、いや、ぜひ来ていただきたいですね、本当にね。閲覧減りすぎということでね。きついな。はい、じゃあ電話かけさせていただきます。はい。僕、はい、おい、
お、もしもし、あら、つながらないかな。もしもし、ちょっと一回かけ直します。よいしょ。もう一回かけますね。ごめんなさい。ほい。ライブいいよね。ライブね、ライブ楽しいよ。ぜひ来ていただきたいね、本当に。もしもし。あ、もしもし。はい、チェル姉さんの電話番号でお間違えないでしょうか。あ、はい。あ、はじめまして、千葉銀です。あ、こんばんは。こんばんは。1月22日福岡のライブの予約をしていただいたということで。はい。はい、ありがとうございます。いえいえ。ありがとうございます。あれですか、福岡の方なんですか。そうですね。あ、でも去年の10月29日京都ライブに来てくれたということで。だと思うんですけど、はい、ちょっとうろ覚えなんですよ。え、去年の京都ライブ以来何回行ったかわからないって書いてありますけど、え、その去年のタクタクのライブが初めてだったってことですか。いや、初めてじゃないです。あ、その前もあったけど、うん、あ、それが最後だったってことか。最後だったと思います。あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、タクタクのライブはどうでしたか。いや、最高でした。 ありがとうございます。はい、一番前で見ました。あ、ありがとうございます。じゃあ、なんかあれありますか、ライブでやってほしいこととか。コスプレとか。コスプレ、はい、なんか各々なんかこう、モノ君にはこういうコスプレしてほしいとかなんかあるんですか。全おソロでなんかしてほしいですか。それはないですけど。はいはい。なんですかね、目覚ましの時の。はいはいはい。コスプレを再現してほしいかな。はい、去年やった目覚ましハロウィーンのイベントの時に。僕がマリオ、モノ君がルイージ、ミサコさんがピーチかな。そうですね。で、ノコさんがバナナっていう、配信です。配信じゃないや、コスプレですね。はい、あれでライブをやってほしいと。そうですね。なるほどなるほど。まあ、でも確かにね、今年なんか毎年ハロウィンの時期に何かしらのイベントがあって、なんか1年に1回くらい仮装ライブみたいのやってた気がするんですけど、今年なかったんで、なんかどっかでやってもいいかもしれないですね。ああ、本当ですか。うん。ああ、ちょっと楽しみにしてます。あ、じゃあちょっとコスプレライブの方、じゃあちょっと提案しとくんで。はい、握手とかもしてもらえたらなっていう。あ、なんかこうね、接触的なね。うん、やっぱなんかちょっと前回のツアーでやってたみたいに、なんかちょっとこうポスターを渡し的なのをやっぱやれたらいいですね、やっぱね、うん、手振りとか、うん、うん、やっぱファンの人が喜ぶような。わかりました。じゃあちょっとそこら辺はあれしておきます。もうスタッフ陣の方にお願いしておきます。でちょっと考えておきます。はいはい、はい、あ、なんかようやくモノ君が僕に近づいてきて、こっちからじゃなくていいんですか。あ、なんかなんですかね。はい、なんですか。なんかこう画用紙をこうやって机の下からこうやって徐々に徐々になんか出てきました。はい。いや、なんか、うん、すごい、コメントで、映れやって、映れやって言われてますけど、はい。おぉ。はい。あ、モノ君が、モノ君、こっちに。見えますか、今、モノ君。ちょっと私、今、見えてないんですよ。あ、そう、電話してますもんね。はい。
そうだそうだ、でも電話してるからモノくんが見えないんだ。今モノくんはなんかね、何かの絵が描いてある画用紙を徐々に机の下から、モノくんアウト。モノくんがアウト。モノくんがアウト。モノくんがアウトになる。そんなこともある。それいいですね。痛い。いやもうね、いい音いい音がね。もうね。チェルネさんに何かありますか、モノくんからも。助けてください。いやです。本当に助けてほしいと、うん、はい、頑張ってください、はい、頑張ってくださいって、はい、そうですね、うん、頑張ります。いやでも福岡ねすごい、3回目ですか、福岡 に行きますっていうお客さんが今日結構電話してきてくれてて ありがたいんですよ本当に。あのもしよかったら前に電話してきてくれた方ともなんかちょっと仲良くなってみてください。あ、はい。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。じゃあちょっと福岡頑張るんで楽しみにしてください。はい。ありがとうございました。はい。はーい。はい。脳みそが真ん中ってる。いやー。大変なお仕事だね。大変なお仕事だよ本当に。ファンの人と喋ったことない。あ、なんですか、なんかいいじゃないですかね、ファン同士で仲良くなったりと嬉しいですよね。あ、それは嬉しいですよね。うん、これは、うん、接触いいで欲しい。あ、やっぱね、酒の力使い、酒のは飲んでないんですよ今。あ、飲んでないですね、うんうん、飲んだらもっとひどかったんじゃないか。うん、いやそうですね、確かにね、うん、写真一緒に撮りたい。それはなんかこうツーショット的なやつを求めてるわけでしょ。この最後にじゃあ写真撮るぞっつって全体で撮るやつじゃないでしょ。あれはみんなやりたいの、別にやんなくてもいいの、あの写真は。あの写真はやってていいの、あれ。あ、どうなんでしょうね、ファンの方々的には。ほら、このドラムの椅子の上から天野さんが撮ってくれる写真があるじゃないですか。はい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 、あれ好きだよ、アイドルか、やんなくていい、あれ思い出になる、やりたい。あ、やっぱいる人の方が多少多いんだね。 いらないという意見もちらほらあるけど、記念になる。仕事終わってやってくれてお疲れ様、お疲れ様です。ちょっと楽しい。あ、なるほどね。まあないよりはうんうんうん、あっていいんじゃないかっていう人の方が多いんですかね。はい、はい、じゃあラストらしいので、じゃあモノくんが、はい、はい、え、ちょっと待って、もう何も出ないよ、もう何も出ない。ちょっと助けてほしい。助けてほしい。はい、どうぞ。大丈夫、もう今だったらね、もういろんな意味で多分笑うかもしれない。え、俺もうちょっと助けてほしい。いろんな意味で俺笑うかもしれない。もう何もない。じゃあお電話します。ちょっとどうしようかな。ちょっと今度こそちゃんとお話ししたいな。そうなんですよね。お電話がね、ないがしろになってしまうとちょっとあれなんで。本当ですよね。はい、じゃあ合ってますね。じゃあいきますよ。いいですか。はい、どうぞ。ちょっと何も思い浮かばないね。はい、もしもし。もしもし。あ、ちょっとミュートにするから待ってください。あ、了解です。はい。あ、ありがとうございます。モノくん、こんばんは。こんばんは。ラジオさん、やってますか？はい、どうも。ありがとうございます。こちらこそ。すいません、今日はなんかもう、いろいろと。いろいろと、はい。1月22日の福岡を、はい、買っていただいたということで。そうなんです。ありがとうございます。はい、もう、
嬉しくて涙が出ます。ちょっと待って。いやもう、もう千葉県にそういうのやってほしくないんだけど。なんかちょっと仕事とかやめてほしいね、千葉県には。だそうです。もうもはや僕ら笑えない息に達してます。いやー、パソコン画面だけ見てちょっと引きましたね。あ、引いちゃいましたか。もう今日は尻は出すし、それはするし、今日一日千葉ガールやめます。今日一日だけ出すそうなので、もう思う存分やっちゃってください、千葉に。はい、はい。はい、ということで、あ、そう、モノ君にどうしても言いたいことがあって、僕、はいはいはい、あの、仙台の夏のインストアイベントの時に、はい、あの、きっとよくなるさのボーカルをモノさんやってくれたじゃないですか。あ、インストアの時、はいはいはい、やりましたね。私、かまってちゃんのライブいっぱい行ってて、感動はするけど、はい、泣いたのあれで初めてなんですよ。そう、それは涙ぐむとかは、はいはい、あったんだけど、涙がもう止まらなくなって、俺の声で、うん、なんかすごい、その歌詞と、はい、モノ君の一生懸命歌う様子と、あと普段なんていうのかな、最近ファンの人とも話してるんだけど、あの、はあ、モノ君なんだっけ、モノ君がすごく、はい、いいよねっていう話してて、はい、それで、あれなんです。なんか、そういうのとかも重なって、はい、なんか今のかまってちゃんの良さと、ライブの良さとかも重なって、すごいグッと来て、泣きました。それは、本当にありがとうございます。いや、こちらこそ、本当に直接お礼を言いたかったんだけど、言うチャンスを逃してて、今まで。いや、これで、ちょっとちゃんと伝わったので、はい。ありがとうございます、本当に。こちらこそありがとうございます。すごい千葉銀がね、すごいやりにくくなってる感じですよ。でも千葉銀はいい、引っ込んでていい。千葉引っ込んでていい。あの、いや、まあまあ千葉銀のね、ことが好きだゆえに、こういう姿は見たくないってことですよね。っていうかですね、千葉銀に面白さを求めちゃいけないなと。これ千葉銀アウトでしょ。ケツバットでしょ。これ千葉銀アウトでしょ。ケツバットから途中からハリセンに変わったの、なんでですか。いや、痛みが増しました。本当に。はい、そうだったんですね。普通に痛いです。あ、なるほど、はい、結構参っちゃいますね、本当に。まあいいや、いや、すいません。コメントでめちゃめちゃ叩かれてる。え、そうなの。いや、私ですよ、上からとか。いやいや、それは別にね、いや、相当だって年上なので、すみません、本当に。ああ、全然、それはもう、とんでもない。はい、毎回、誰かの、ノコさん以外のメンバー一人がボーカルを立つ、あ、そういうことだったのね。そういうことで、そう、そのモノ君の、はいはいはい。強くなるさがあったので、なるほど、なるほど。はい、いやいや、でも本当に、それはありがとうございます。でも、本当にね、きっと良くなるさ、きっと良くなって欲しかったからだったんでしょうね。もう何も出てこない。それがあったから、他のメンバーの、まあ、美佐子さんのはもちろん今まで聞いたことはあるんだけれども、あの、千葉銀さんのも聞きたいし、はいはいはい、またモノ君のも聞きたいなって。ありがとうございます。それははい、本当に長いってめっちゃ叩かれてるので。なるほど。じゃあ千葉銀最後に何か言ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうしか言わないじゃん。福岡来てくれるということでね。行きますよ。はい、ありがとうございます。いつもすいません、ありがとうございます。はい、じゃあ福岡ではモノ君のきっと良くなるさが聞けるかな。いやいやいや、わかんないよこれは。、うん、そこはちょっとね。そうだね、家で撮って配るか、うん、これが無料配布します。そうそうそう、勝手にカラオケできっと良くなるさ歌って。それは嫌。まあまあ、いやいや、その辺はもう、はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。来年になっちゃいますが、こちらこそどうもありがとうございました。そうね、来年のもう頭からライブということでね、うん、アゴバット、はい、
初日からちゃんと行きますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、名古屋で千葉金のお誕生日前夜祭をしましょう。来てください。ああ、それを言ったらあれですよね、あの仙台桃野くん誕生日ですよね。仙台行きます。ありがとうございます。まあまあでも、まあ誕生日はね。なんかね、誕生日サプライズみたいなのあったりするんですかね。あ、なんかね、車とか置いてある？車が置いてあるから。車を置いてあるから。ライブハウスの前に。プリウス。ね。プリウス置いてあるから。楽しみにします。はい。お願いします。ありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございます。はい。はい。失礼します。はい、どうも。はい。ランボルギーニ。はい。というわけで、はい、電話は以上だそうです。はい。はい、もうくたくた、僕たちくたくた。です。くたくただよ。本当に。千葉なんでやらねえんだよ。え、やらないけど、何やらない。あ、いや、あのね、ちょいちょいやってたんですけど、なんで全然うまくいかずに、あの、もう諦めました。はい。まあ、あとね、ちょっと、はい、まあまあ、タイミングもあんまりよろしくなかったんで、ね、すごいいい話をしてくれてたからね。もう最後だっていう話だったんで、うん。そうね、そうね。うん、すごいいい話をやってくれてたところでね、これはもう一番やりにくいだろうなっていうのはね、もう必死とスタートして。全然売ってないじゃん。うん、あ、チケットですか？いや、まあ、でもね、全員が全員に多分電話をかけたわけじゃないので、多分、電話つながってなくて買ってくれた方もいるんじゃないのかな？もしかしたらね、多分ね。多分いると思いますよ、多分。うん。はい。どんくらいいるかわかんないですけど。はい。いやいやいや、ここまで僕たち体張ってきましたけど、はい、張ってきましたけど、なんか畑頑張った分なんかないんですか？なんかあるんですかね。本当に僕たち叩かれた数が実は数えられていて、はい、叩かれた数が数えられていて、いつの間に？で、はい、叩かれた数が少ない方がまあもちろん勝ち、それは勝ちですね。勝ち、勝ち、はい、それはね、少ない方が勝ち。ちょっと今日はご褒美が。あら、はい、ほら来た。あらららやったよ、もうそれだけはもうね、負けた方がさらなる罰ゲームではなく、今日はご褒美、ご褒美、ご褒美がある。あらららら、今日勝った方のご褒美、今日ご褒美がある。あらららやったよ、それはもうやっててよかった。苦問式本当に、あ、なんかすごい、え、なんだろう、本当になんだろう、ホールのケーキが、え、勝った方の前にこれちょっとな、見ますか、これ、あ、勝った方はどちらに、勝った方は、はい、今回の勝者は、はい、モノ君です。勝った、はい、勝った、いいねー、うそやったねー、勝ったと、いや、これでも開けてみ、開けてみたらタガメ入ってる、またやったー、もう分かったよ、これも開けてみたらタガメ入ってるパターンですよ、これやったー、開けてみてくださいよ、これ、ね、あらららちゃんとパッカーになってね、ほらほらほら、あらほらほら、うわ、すごいすごい、背が高いケーキ。あ、本当にちゃんとご褒美ですね、これね、これ本当にご褒美ですよ、これ開けましょう、よいしょ、はい、ほい、よいしょ、あー、銀さん、でも高いね、はいはいはい、ケーキです、来ましたよ、これ、きっとね、サーフェクトスタッフはね、うん、俺だとは思ってなかったんだよ、きっと。絶対俺が負けた方が美味しいと思ってたんだよ、負けるのがね、あ、絶対俺じゃなくて騎馬銀だと思ったんだよ、あら、今日2人とも頑張ってくれたので、負けた方にも、はい、負けたもん、何かある、あ、やったじゃん、よかった、あーあー、うまい棒だー、おい、1,2,3,4 50円じゃん。うまい棒だー、やったよー、やったー、
どうぞどうぞ、はい、いただきますよ。せっかくだからね、召し上がってください、本当にね。はい、もうちょっとね、なんて日だ、本当に本当にもうこれね、この姿を見てね、僕たちの姿を見てね、こいつらツアー大丈夫かよと、本当に大丈夫かと心配する方もいるかもしれませんが、いるかもしれませんね、はいはい、大丈夫だったって ね、うん、お子さんがいますからおい、みんなで今頑張ってるでしょうが、なんでのこさんがいますからって。いやいやいや、笑いの神ののこさんがいますからね、本当にもう、いやいや、でもね、うん、本当にね、今スタジオすごいがっつり入ってるんですけど、うん、入ってますね、めっちゃいい感じに、いい感じですよ、これマジでいい感じですよ、本当にめっちゃいい感じに仕上がってきてるんでね、うん、ぜひ楽しみにしていただきたいですよ、本当に。そう、改めてね、発表させていただきますけど、お、なんか発表するの、めちゃ魔法ツアーね、2016年、うん、はいはいはい、どっから始まるよ、千葉、千葉ですね、そう、うん、千葉県から始まるわけですよ、はいはいはい、僕たちのね、うん、生まれ育った千葉、はいはいはい、僕は生まれてはないですけど、うんうん、育った島から始まるわけですよ、はいはいはい、もう長い長いツアー頑張ってますよ。いやでもね、本当に今までもう6年7年、はい、8年、はい、まあメジャーデビューして6年とか7年かな、うん、やってきて過去最長のツアー箇所ですから、はい、そうですね、16かな、15箇所、ありがとう。で、もう上から下までも北海道から沖縄まで網羅するツアーも初めてだし、そうですよね、風邪ひくなよ、引かない引かない、大丈夫、なんなら香川とかはもう初めてライブする、そうだね、香川初めて、ね、ライブで行くのは初めてですよね、うん、多分初めて、その松山とか行くのに通ったりとか、うん、そういうことはありましたけど、多分ライブするの初めての箇所も、もちろん沖縄もそうだし、うんうん、新居配信ないな、なんでそういう今か全然関係ないコメントを読むんですかお前、何そのなんかこう感想もなしに一口食ってんの、いやいやいや、ちょっと食レポしてちゃうと、めちゃくちゃ美味しい、もう溶けちゃう俺がドロ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 ってうまくて、もうちゃんと食レポして、はい、めちゃくしてください、せっかくのご褒美は、はい、ご褒美は。本当ですよ、もう。ね。今日めちゃくちゃうまいよ。めちゃくちゃうまい。本当にうまい。うん、はい、はい。ドーン、うまい。斬新だね。ドーンって。ケーキで。新規配信やり、あ、すいません、やります近々、はい、いやね、おいしいおいしい、おいしい、もう美味しそうですね、本当に、うん、見るからに、うん、なんかまったりね、いや、やっとなんかあれですよ、僕もなんか今肩の荷が下りて今、うん、今やっと精神早く終わりたいもん、精神解放されてるところです、うん、マクシー君には絶対あげない、長崎行きます、楽しみです、放送終わっても絶対あげない、ありがとうございます、うん、バイト終わって今来た産業、いやもう今日はね、産業もいらないですよ、今日はもう今日はいろいろひどかった、はい、本当にお疲れ、はいはい、あ、枠はねもう22時になったんで終わりますけど、枠はもうちょっと取ってあるんで、そんなすぐプツッと切れるわけじゃないですけど、はい、というわけで、じゃあなんかめちゃ魔法ツアーに向けて、じゃあリーダーから最後に意気込みを、はい、まあね、毎度毎年ツアーをやってるわけですけど、うん、はいはい、まあまあ下手にかっこいいことは言いません、お、もうかまってちゃんらしい、うん、いつものツアーを、いつものかまってちゃんを見せれたらと
思いますので、はい、ただまあ瀬戸利に関しては、はいはいはい、ちょっと僕たちさすがにひねりをね、うん、入れてるんで、そこら辺はちょっと楽しみにしてもらえたらなと思うわけです、うんうん、なるほど、はい、そしてね、うん、初めての何といっても沖縄、沖縄ね、うん、はい、沖縄は遊びます、うん、遊ぶんですか。いや遊びますか。え、だって沖縄12月20日ですよ。何して遊ぶんですか。もう12月の沖縄、うん、いやいや海行きますよきっと僕たちは沖縄といえど、いやいやきっと僕たちは海に入ると思う、うん、きっと入るよ、うん、遊ぶ配信してね、沖縄で遊ぶ配信ね。浮気すんなよって、しないよ、するわけないだろ本当に、うん、羽外すなよって。いやもうね、うん、ハブ種飲みます。ハブ種、あららら、あるよね、ハブ種。ハブ種もあると思いますし、ね、いますよね。女に決まってるでしょ、行かないで、行かないよ、バカじゃん。行かないで、高橋名人じゃないんだからね。風邪ひかないように。12月でもダイビングできる可能性あるよ。え、本当に沖縄で。そうなんだ。可能性以下では、あったかければ入れるみたいな感じなんだ。うん、まあ、そうだね。海ぶどう食べてね。はい。そう。ハブ酒飲んで、泡盛飲んで。はい、うん、青森いいですね。青森飲みたいですね。美味しいですよ、きっと。青森飲みたいですね。まあまあ、でも本当にツアーは、うん、もちろん、皆さんをね、うん、楽しませる、満足させるライブを。いや、なんかさ、こう、いろんなところ、初めてのところも行くし、うん、なんかこんななんか誕生日当日にライブって今まであったっけ？なかったんじゃないですかね。なかったよね、うん、メンバーの誕生日当日、うん。俺の誕生日前日には名古屋ですし、うん、モノ君の誕生日当日には仙台。なんかね、こうやって誕生日が重なってたり、あとツアーをしながら年を越すっていうのも多分初めてだよね。そうですね。多分ね。確か。うん。なら初めてだと思う、多分。なんか、こう、いろいろ、なんか、楽しみですな。そうですね。ツアーは。楽しみ。うん。その、これから行く、この一個一個の県をね、好きになって帰ります。一個一個ね。その県の良さを、味わって、ツアーを回っていけたらと、なるほど。思います。それはもうライブに、お客さんにもかかわらず、はい、限らず、美味しいもんとか、ね、はい、各県にいろいろいっぱいあるからね。そう。絶対コンビニ行くでしょ。いやいや。あるよ、限定とかさ、コンビニ限定とかさ。コンビニ限定あれ、組み合わせたぶん。なるほどね。なんか、ね、大阪限定のポテチとかね、うん、まああるかもしれない。その県一つ一つを、優柔に味わって、それでいいんだ。ツアーを迎えていきたいと思います。そう、ね、瀬戸利斬新なのにしてねってコメントもありましたけど、さっきも言った通り、メンバーがね、それぞれ考えた瀬戸利が、すごいいい感じだと思いますよ、個性出てて。そうですね。まあまあ、ね、まあね、あんまりハードル上げないよ。な、うん。なんか、でもその分ね、この曲全然練習してないから頑張んなきゃみたいなことが結構今多くて。まあまあまあ。ちょっとだからまあ正直焦ってますよ、今。そう、うん。スタジオとか結構多くて、ちょっと、個人個人の配信がちょっと少なくて、申し訳ない期間なんですけども。まあちょっとその分、ツアー今力入れてる、頑張ってるので。楽しみにしててくれたらなと思います、はい、ということで以上ですかね、はい、今日の今宵の配信は、はいはい、どうした。いやいや疲れた。はい、ではでは、ツアーでまたお会い、はい、またお会いいたしましょう。配信ね、まあ、配信もあると、君ちょっとさあるとは思います。早く片付けろよ部屋。まあそうです、うん、いやでもね、割と毎日動いてますよ僕。いや、それは最近動いてると思うけど、毎日毎日動いてますよ。片付ける暇がないんでしょ。わ、はいはい、かるけどさ、はい、無理やりパソコンだけ引っ張り出してさ、まあ、そうそう、なんとかしてやりましょう。ちょっとやりましょう。はい、やります。待ってるよ、みんな。近々やります。うん、はい。ではでは、はい、お疲れ様でございます。お疲れ様でした。バイバーイ。じゃあ、モノ君そっちを。はい。じゃあ、またね。はーい。